こんにちは、はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私は、シンボテと申します。ジェーンと呼んでください。今、20歳です。独身です。出身は、ミャンマーの平山町です。平山町は、ジェーンとから車で2時間かかります。私のご家族は、5人います。両親と姉と妹と私です。私は2020年に高校を卒業して、2023年の6月に、アニューヨンと11月に特定外食時間を合格しました。アニューさんを今年の12月に受ける予定です。私の趣味は料理を作ることです。最初は母と一緒に料理を作りながら楽しくなって興味がありました。私の英語のレベルは中級レベルなどで英語で話せることがちょっとできます。私の長所は学ぶことが強く、どんな仕事でも年代強く完了できることです。私の短所は集中しすぎることです。私はこの面接を合格したら、自分の能力を上げてみんなと協力して仕事をしたいです。以上です。私のことを最初から最後まで聞いてくれて、どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。